アラスカ巡州は1912年から1959年まで存在したアメリカ合衆国の自治的領域である。この巡州がアラスカ州になった。1899年の刑法の成立、その他の中でも主税が連邦議会におけるアラスカ人代表の叫びを高め、アラスカがアメリカ合衆国の自治的領域になることになった1912年8月24日に、 その議論がやっと終わった。1912年の第二次基本法でアラスカ地区はアラスカ巡州に名前を変えた。1916年までにその人口は5万8000人に達した。連邦議会に派遣されていたアラスカの大議員、ジェームズ・ウィッカーシャムはアラスカを州に昇格させる最初の法案を提出したが、アラスカの住民の関心を引かなかったために失敗した。 1923年に、ウォレン・ハーディング大統領がアラスカを訪れたことですら、州省閣に関する広い関心を生まなかった。第二次基本法の規定では、アラスカは4つの地域に分割されていた。州とジュノのを抱える最も人口が多い地域は、他の3つの地域から分離して州になれるのではないかと考えていた。52もの連邦機関がある、この地域にとって、 統治運営の方法は大問題だった。1920年、ジョーンズ法により、正常期を掲げる船舶は合衆国で建造し、合衆国民が所有し、合衆国の法律のもとで文書を作成することが義務付けられた。そのため、アラスカと外部とを結ぶ物流は、外へ出す前に、アメリカの船舶でシアトルまで運ばれる必要があり、アラスカは、シアトルのある、 ワシントン州への依存を強いられた。合衆国最高裁判所の下した判断は、アラスカは準州に過ぎないから憲法に定めるところの、州は他の州の商行為を支配すべきではないとの条項は適用されないというものだった。この状況を利用して、シアトルの海運会社は船賃を釣り上げた。世界恐慌によって、当時のアラスカ経済の生命線である、 水産物と銅の価格は下落した。賃金は下がり就労者の数は半数以下になった。1935年、大統領フランクリン・ルーズベルトは、農業地域に住む国民のための出直し案として、アラスカのマダヌスカスシトナ渓谷に移住して、農業で自給自足させればいいと考えた。アラスカが自分たちの州と気候が似ていて、開拓者生活に耐えられると考えた。 ミシガン州、ウィスコンシン州、ミネソタ州といった北部の州からの移住者が多くやってきた。今後生活工場協会連合は、準州なら十分な賛成権を与えられると言って、大統領にアフリカ系アメリカ人400人をアラスカに移住させて欲しいと頼んだが、人種的偏見と北部州からの移住者のみが適応できる開拓者になるというに思い込みによって、 訴えは拒絶された。アラスカの探検と移民は飛行機の発展なしにはありえなかっただろう。飛行機によって移住者の州内陸への流入を可能にし、州内での人ともの,の迅速な移動を可能にした。しかし、アラスカ特有の悪天候のためと人口あたりのパイロットの数が多いことから、州全域に1700以上もの航空機事故発生地が散在している。また、 多くの事故は第二次世界大戦と冷戦中におけるアラスカの軍事力強化にその原因をたどることができる。第二次世界大戦におけるアラスカの参加は非常な重要性があった。1942年6月から1943年8月までアリューシャン方面の戦いで日本軍はアリューシャン列島を伝って合衆国を攻撃しようとした。 1812年の米英戦争以来、合衆国の土を踏んだ外国の軍隊は二度目であり、一度目は1941年12月のグアム島であり、やはり日本軍によってだった。日本軍は最終的に3万4000名の軍隊によってアリューシャン列島から撃退された。最後はアメリカ合衆国政府がこの地の大きな可能性を認識するようになり、 1959年1月3日、アラスカは合衆国49番目に州に昇格した。同時に州昇格を目指しており、共和党支持を考えていたハワイ州とは、対照的にアラスカが連邦議会に民主党員を選ぶのではないかという全国共和党党員の心配のために多少の遅れがあった。近年、これらの予測は両州とも反対の結果に変わってきた。 ありがとうございます。